皆さん、こんにちは。今回は大阪駅北側再開発、梅北二期工事の様子を報告したいと思います。よろしくお願いいたします。上昇橋踏切に来ました。高架下に資材が置かれています。梅田方面に移動します。以前は防音壁に囲まれて高架下の様子は全く見えなかったのですが、撤去されています。また手前部分に穴が掘られています。何の穴でしょうか。地下への出入り口付近に来ました。この日は電気関係の工事が行われていました。元貨物船の架線柱などの撤去と思われます。西梅田一番踏切跡付近にいます。目の前は更地になり視界が開けています。南街区のビルの工事はかなり進んでいますね。ホテル阪急もかなり高くなっています。西側からサウスタワーを見ています。低層階の外観は完成している感じです。みんなのキューブ、真ん中がスポーツキューブ、左端がパーティーレストランです。内装の様子はよく見えませんが、外観は完成しています。北街区の様子です。分譲マンションと低層の賃貸棟の工事が続いています。手前のこの建物はエデュテインメントキューブという名前で、屋内外でのアクティビティや多様なプログラムを通じて遊びと学びを体験できる施設だそうです。この建物はビューレストランになります。きらめきの道が北街区に近づいてきましたね。北街区の様子です。まだ建設中なので全体像が見えるようになるのはもう少し先になりそうです。新梅田シティとの連絡通路のあたりです。ここまできらめきの道が伸びてきています。まだ足場の段階ですね。ステッププラザの北街区方向です。歩道の舗装が完成に近づいていますね。梅北の森はこれからでしょう。前回報告した白いキューブを敷き詰めていたところです。ネクストイノベーションミュージアムです。足場が外されてガラス面などの外観が見えるようになりました。森ができるまで夏場は西日で暑そうですね。こちら側は防音シートに覆われています。北街区とグランフロント大阪北館との連絡通路は工事が進められています。ノースタワーの低層階はまだ足場が組まれています。
グランフロントの北館から見ています。ノースタワーも屋上のクレーンが小さくなり、ここからは見えなくなりましたね。ということは、これからは内装工事がメインになるということでしょう。梅北の森の様子です。完成した時の様子はまだまだわかりません。白いキューブがもう一段上に置かれていますね。何をしているのか謎です。ネクストイノベーションミュージアムの屋根が見えるようになりました。南街区の様子を見ています。大きいイベントホールの屋根が出来上がっています。ひらめきの道の様子です。南街区の様子を見ています。まだまだクレーンが何本も立っており、建設が進められているのがよくわかります。低層階に降りてきました。全体の様子を見てみましょう。資材を運び込んでいるトラックが見えます。グランフロント大阪南館から南街区の様子を見ています。土留めの工事が終わり、基礎工事が本格化しますね。駅の上にできる商業施設、思ったよりも細長いんですね。今の道路くらいまで敷地だと思っていました。ルクアの上から見ています。北街区の様子です。ひらめきの道が伸びているのがよくわかります。こうやって見ると地上部分は南街区の工事の方が進んでいますね。これで報告を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録をしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。